はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。 A チャンネルのまゆです。今回はダイソーのこちら、もう開けてしまってるんですけど、クリップマイク100円、100円というか100センチか、まあ100円なんですけど、こちらを紹介します。ものはこれですね。こうやって襟とかにこう挟んで使えるピンマイクみたいなやつです。それで、テレワーク、動画配信、ゲーム実況、スマートフォンカラオケとかに使えますよと。ジャックは 3.5 ミリジャック、長さ1メーター、360度全方位からクリアな音声を拾うことができる効率のいいマイクとのことです。はい、こんな感じですね。マイクの位置を気にせず使えるクリップ式、マイク風防スポンジ付き、片手で操作簡単と。イヤホンジャック、ヘッドホンジャックか、がない端末とかは、別途変換アダプターを用意してくださいってことで、こういう、これ純正のやつなんですけど、これをこう挿します。バン。で、ここに、イヤホンジャックの代わりに、ライトニングの充電のとこに挿します。これでもう使えます。どんな感じかっていうと、ちょっと試してみます。ちょっと早々風呂入ったんで、風呂上がりなんですけど、こんな感じでこうつけて、あとはこれで録音のやつにして、ボイスメモとかを開いて、あえいうえわをかききくけこかこさせしすせそさそみーんみーんりゅうりゅうくんりゅうくんりゅうくん、とこんな感じです。マイクなしの直撮りの場合はこんな感じです。あえいうえおあをかけきくけこかこさせしすせそさそだだだだだ、はい、以上です。それで音質は多分100均だけど結構いい、クリアな音声を拾うことができるって書いてあるだけあって結構いいです。本当に動画配信とかで普通に使えるレベルだと思います。まあめちゃめちゃっていうか、最低6000円ぐらいするマイクに比べたら落ちると思うけど、ちょっとこう録音するだけだったら、コンデンサマイクでもあるので全然いいと思います。手軽だし100円なんで、プラグがあればこうやって iPhone でも使えるし、おモフモフ、スポンジがかぶってていい感じ。以上です。これから配信を始めるのですが、自己紹介のボイスをこれで撮りました。掲載してもらえる程度には悪くないです。少しこもる感じに小さく聞こえるので、音量を上げるか、生配信であれば以前紹介したコンデンサマイクやヘッドセットをおすすめします。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。